一緒、うん、同じことやってますね。みんなやっぱ結局ね、根は真面目な人たちだから、合格の方に向かっていく、その座席を確保するのに月何万とかそういうのはない。医学生のための YouTube 塾。こんにちは、水木です。向こうです。お願いします。今日はですね、なんとスペシャルゲストですよ。ゲストを来ていただきましたのが金子さんっていう方です。はい、誰って感じかもしれないんですけど、なんとメディックスペースの通っていた方ということで、うん、めっちゃ綺麗な女性が来てくださいました。あの後ろ姿だけということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。メディックスペースのことを聞きたいっていう話がですね、うんうん、ちょこちょこ実はありまして、僕らねテコムとかメックの話、まあ、梅ちゃん来てもらったりして、うん、ここでね通ってたっていうのがあって、メディックスペースが第三勢力で来たと、第4なのかもしれないけど、情報がいろいろ出揃ってきたということで、通ってた金子さんにいろいろどうだったか聞いちゃおうっていうことですね。はい、じゃあ早速聞いちゃっていいですかね。はい、お願いします。聞きたいこととしては、梅ちゃんの動画の時で、人数どれぐらい買ってましたかっていうのと、立地どうですか、料金体系どうですか、自習室どう、講師はどういう感じですか、あとチューターどうですかみたいなことを聞いたんですけど、うん、他にもいろいろ聞きたいことがあるので聞いていっちゃおうかなと思います。何からいきましょうかね。どんな授業してるかはまず知りたいですよね。お、講師陣について金子さんいかがです。もうでもメディックスペースといえど Q アシスト取ってる人ならもう分かってるかと思うんですけど、 Q アシスト取ってる人からして何か違いとかってあるんですかね。 Q アシストは清澤先生と森永先生の動画が中心っていう形で、本当に動画を各自自分のペースで見るっていう形なんですけども、メディックスペースはそれとは別に国家試験の過去問をピックアップして授業を Q アシストとは別に行う。よくある予備校の授業では本科生に向かって授業をして、それを教材で売ってるみたいな、そういう感じっぽいですか。それも多分並行していて、今年 Q アシストプラスっていうのが新しく発売されたと思うんですけど、あれは去年のメディックスペースの授業を録画してそれを編集した動画っていう風になってると思います。去年なんだ、ちょっと1年遅れ。まあでもあんま変わらないか。そうですね、マイナーとかなので内容的にはそんなに変わらないかな。じゃあ本科生に向けてやった授業を編集して今年販売してる。 一部ですね。本科生のやっていた授業全部ではないんですけど一部を。本科生だけしか受けられない授業ももちろんあるってことですか。そうですね。これはどんな中でも人気があったというか、校内生で重要視されてたのはテストゼミ。大学受験の時とかに皆さんが経験したことある方多いと思うんですけど、テストを1時間とか受けてすぐに30分ぐらいでそれを講義をするっていうテストゼミ、それを集中的にやる習慣があったり、あとは特徴的な授業は毎日補講っていう形で、後期とかになると過去問をピックアップして毎日1時間だけ夕方に先生が授業する、それを一つの勉強のペースメーカーにしている人もいました。それは特別、メディックスペースじゃないと受けられない授業かなと思います。金子さんは受けてたってことですよね。はい、私も全て受けていました。やっぱりいい感じでした。それがあるからうまくいったとか何かあるんですか。そうですね、なんか勉強ペースになってたかなと思うのでうまくいったかと思います。他に講師陣で Q アシストだと、まあ、瀬崎先生だとか里美奈先生とかいらっしゃるかと思うんですけど、その枝野先生っていうのは授業されるんですか。1期生の時には瀬崎先生がいらっしゃったっていう話は聞いたことがあるんですけども、主には森永先生がやっぱり清澤先生以外にはいらっしゃって授業を受けていただきました。他には里美奈先生は直接お見えになったかちょっと覚えてないんですけども、あまり大きな授業っていうことはなかったと思います。あと授業の時間帯ってどうなんですか。他の予備校だと、まあ、朝から結構あったりするんですけど、清澤先生だけとか森永先生が主に受け持つってなると、清澤先生の事情に左右されることがあるんじゃないかなと思っちゃったりするんですけど、清澤先生の仕事とかはちょっとよくわからないんですけども、週に大体3回ぐらい生の授業があるっていうことで、それぞれの授業の時間帯は午前中だったり午後夕方だったり、お昼ご飯の直後だったり、まちまちバラバラですね。はい、固定されてるわけではなかったです。ただ朝の朝礼は必ず9時45分に、事務の方、チューターの方がやってくださるっていうのは固定はしていました。チューターさんっていうのが出てきたんですけど、どういう仕事内容なんですかね。チューターさんの主にやっていただけることは、毎日自分のカリキュラムの進捗状況を直接スラックを通じてここまで終わりましたっていうのを報告するんですが、それを
チェックしてくださって少しコミュニケーションを取る。あとは逐一何か不安なこととかマッチングのこととか面接のこととか長老のこととかも相談に乗っていただけるっていう方でした。めっちゃ一緒、うん、同じことやってますね。そこはやっぱ需要があるんですかね。そうですね、一人じゃないっていうところがいいのかなと。いや普段からチューターさんはそこにいらっしゃる。そうですね、チューターさんは常に1人か2人常駐されていて常に話しかけたりしてくれたりもします。いきなりちょっと話が変わってくるかもしれないんですけど、立地は青山って聞いてるんですけど具体的にどういうところっていうのは覚えてます？立地はめちゃくちゃいいところにあって、やっぱり青山なので、まあ、多少外苑駅や表参道駅からは遠かったんですけど、それでも途中にお店とかがあるので歩いてるとあっという間に着いちゃう。隣が ABEX の本社のビルがあったり、そういう少しハイソな感じの大通り沿いですか？大通り沿いですね。結構いいところなんですね。何線ですか？青山行っちゃうとか。青山。小江戸線と半蔵門線。おお、さすが。さすがです。ちょうど乗り換えで使うんです。あ、そうなんですね。うん、いいところですね、はい。その周りの事情とかどうでした？お昼ご飯とかね。お昼ご飯事情とか、テコムとか歌舞伎町目の前っていう感じでみんなでガツガツ遊びに行ったり、テコムの人あんまね僕らの時はなかったけど、うんうん、そこら辺どうなんですか？周りにはやっぱりカフェが結構あるのと、目の前がマックだったり、アイベックスの1階にカフェがありましたし、好みにもありますし、食べるところは困らなかったかな。まあ、お昼はそれでいいかもしれないですけど、夜遊びに行っちゃうみたいな。それが意外にみんな真面目で遊びに行くことはなくて。意外ではないですよ。で、北欧デビューがいるって話じゃない、うん、どうだったんですか？いや、いたかもしれないんですけど、まあ、確かにその陽キャみたいな方はいらっしゃって、で半分ぐらいはウェイ系みたいな感じなんですけど、半分ぐらい真面目系、それでもみんななんか融合していて いい感じでみんなで合格しようみたいな、みんなで一緒に勉強したりとかも結構してたってことですかね。そうですね、励まし合いながら声かけ合ったりしてどうみたいな両家の人が行ってきたりとかっていうことはあります。テコムは人数が 4,50 人ぐらいのあったかもしれないんですけど、うんうん、人数どれぐらいだったんですか？1期生は大体20ちょっと、2期生が50人弱、40何人、今の3期生もそのぐらいっていう風に。50人ぐらい、人数少ないとみんなやっぱ結局ね目は真面目な人たちだから合格の方に向かっていくんでしょうね、うん、なんか人数が多すぎると分散されて、うんうん、まあ、陽キャの塊みたいな、うんうん、なってきちゃって、そっちでなんか悪い方向に、いい方向に行く時もすごいドカンといい方向行くんだろうけど、うん、悪い方向に行く時みんなで悪い方向行くみたいな感じだけど、うん、まあ、それぐらいの人数だとみんな目を先生たちもかけられるし、チューターの方も目かけられるし、変な方向に行かないんでしょうねきっとねっていう気はしますが、そうなんだったんですかね。そうだと思います。やっぱり人数が程よく少人数でアットホームっていうところは特徴的かなと思います。まあ、ちょっとじゃあそれに関連して施設的な環境とかについてなんですけど、自習室ってどうしてました？そうですね、自習室というか座席は十分量あって、自習室とあと講義用のスペースがワンフロアぶち抜きという形で、講義用の座席も自習スペースとしても使えたので、みんな窓際の集中ブースの方であったり、講義用の広い方のスペースで 2,3 席ぐらい使ってゆるゆるとやったりとか、場所はもう皆さん自由に、あと面談用の防音ブースも一つあって、だから誰かと電話しながらオンラインの勉強会やったりとかっていうことは、ここを時間で借りたりしてやってる人もいました。だから自習には全然困らないっていう感じですね。そうですね、スペースはだいぶ広く取ってあって、中には観葉植物とか熱帯魚とか癒しの空間も。自習室で自分の座席を確保するのに月何万とかそういうのはない。そうですね、なんか全然悪いところが見えてこないですけど結構距離が近い感じありますね。僕らだって三笘先生でした、清澤先生とか森永先生で友達感友達感、それの方が失礼でしょこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。お願いします。